スタッドレスタイヤ。スタッドレスタイヤとは、自動車が積雪路や凍結路などを走行するために、開発された、スノータイヤの一種である。積雪路や凍結路の摩擦係数が低い路面で、普通のタイヤに比して駆動力や制動力をより大きく、路面に伝える工夫がされている。従来のスパイクタイヤとの対比で、スタッド、スパイクのないタイヤであることから、このように呼ばれている。 スパイクタイヤの問題点を克服し、旧来のスノータイヤをスパイクなしでも問題なく運用できる性能とすべく開発された。一般的な略称はスタッドレース。また、豪雪地域を中心に、冬季以外に使用する普通のタイヤ、ノーマルタイヤを夏タイヤ、スタッドレスタイヤを冬、タイヤと呼ぶ。なお、スタッドという略称を用いる地方もあるが、上記の通りスタッドは、 用の意味であり、それのないタイヤがスタッドレスタイヤであることから、時義的には矛盾している点に注意を要する。1970年代から本格的に普及したスパイクタイヤは、それまでのスノータイヤに金属製、主にバナジウム鋼のスパイクピンを埋め込んだもので、ピンを埋め込まないスノータイヤに比べて、特に道路で非常に安定した走行が可能であった。しかし、 積雪のない舗装路でスパイクタイヤを使用した場合、金属製のスパイクはアスファルトを削り、道路を痛め、粉塵、車庫を発生させる。特に札幌市や仙台市など、積雪量と交通量の多い都市部では、粉塵の影響で目、鼻、喉の疾病や、気管支喘息を悪化させるなどの健康被害、車庫公害が発生。特に仙台では、 積雪の多い郊外から来た自動車が、スパイクタイヤを履いたまま、雪がほとんど積もることのない中心部に乗り入れるため、粉塵被害が顕著に現れた。そのような社会状況の中、1982年に、ミシュランより、スタッドレスタイヤの日本販売が開始された。冬用タイヤとしては、古くからスノータイヤがあるが、スノータイヤは、深い雪道を走破するためのタイヤであり、 凍結路を走る能力を十分に備えておらず、スタッドレスタイヤとは違う種類のタイヤである、サイドウォールにそれぞれスノー、スタッドレスと明記されている。しかしながら、現在の日本では、乗用車用、スノータイヤは競技用や作業車用を除きほとんど販売されておらず、またスパイクタイヤの販売と使用も1990年6月27日に交付、施行された。 スパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関する法律により規制されているため事実上冬タイヤは特に断りがない限りスタッドレスタイヤを指す単語となっている日本自動車タイヤ協会の案内ではスタッドレスタイヤが圧雪路、凍結路となっているのに対しスノータイヤは圧雪路、凍結路となっておりスノータイヤは旧基準の規格とわかるただし二輪車 自転車及び電動機付き自転車用としては、現在でもスノータイヤが販売されている。一般に冬タイヤイコールスタッドレスタイヤという認識から、こちらもスタッドレスタイヤと呼ばれることが多いが、前日のように両者は、明確に区分されている規格であり、これは誤りである。スタッドレスタイヤは、積雪路や凍結路での走行を目的としており、普通タイヤに比べて、 以下のような特徴がある。この構造が良好な状態に保たれていなければ、期待される性能を発揮できなくなる。特に溝の深さが新品状態に比べて半分以下になった場合、雪を噛み込んでグリップすることが不十分となり行き用タイヤとして使えなくなる。通常のタイヤには、摩耗による使用限度を示すスリップサインが仕組まれているが、 スタッドレスタイヤにはこのスリップサインとともに滑り止め装置としての使用限度を示すサイン、プラットフォームも仕組まれている。また、溝があっても実用限度を超えた長期使用やオフシーズンの保管状態が悪かったりすると一般タイヤ同様ゴムが劣化し走行に影響を与える。新品のままでも光性能は摩耗した状態よりも低くグリップ力が得られないことも多い。 スタッドレスタイヤは万能ではない以下のような問題点があるスパイクタイヤが禁止となる前にはスタッドレスタイヤの性能不足による陶器の交通事故増加が懸念されていたが事故件数自体は増加したものの死亡事故については減少していることから問題点としては取り上げない下記での使用スタッドレスタイヤのサイドウォールにはスノータイヤの一種であることを示す スノー表記及びスタッドレスタイヤであることを示す、スタッドレス表記の他に、タイヤサイズ表記の周囲に、まとスノーを示す MS という略語が表記されていることが多い。これは、スタッドレスタイヤが浅い接道を走破することを前提に設計された、関係上、同じように表面が柔らかい砂地や d n h でもある、程度のグリップ性能が発揮できるために、このような表記がなされいる。 しかしオフロードでの絶対的なトラクション性能は、マットテレーンタイヤには遠く及ばない上、スタッドレスタイヤの柔らかいトレーットは、オフロード走行の際に石などによるブロックかけ起こしやすいため、一応オフロードも走ることができる程度の認識で、使用するのが無難である。なお、北欧や欧米などで販売される、スタッドレスタイヤには、マットスノー表記の横に、 雪の結晶があしらわれた山のエンブレムが記載されていることがある。このエンブレムはシビアサービスエンブレムと呼ばれ、極めて厳しい寒冷地においても十分な性能を示すことを ASTM の公的試験によって認証されたタイヤであることを示している。これはオールシーズンタイヤやオールテレーンタイヤなどのスタッドレスタイヤ以外のマット、スノータイヤと 真の意味で厳冬期に対応したタイヤである、スタッドレスタイヤを明確に区分する他の表記であり、オールシーズンタイヤの通年利用が盛んであった、欧米ならではのマークである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。